はい、こんにちは。こんにちは。今日は兼六園に来てます、はい、金沢に住んでるっていうことで、金沢の紅葉に来てみました。はい、秋散歩です。秋散歩、秋見、花見じゃなくて秋見。ナタリアも金沢にもう2年住んでるんですけど、はい、お花見はこの前初めて行って、はい、でまだ紅葉の景色は見たことがないので、はい、ちょっと見せてみたいなと思って。で、実はもうなくて本当ない。じゃあよし、お互い初めて、ね、お互い初めての秋景色、うん、そう、紅葉の兼六園ということで、今兼六園の目の前にいるので中に入ってみたいと思います。はい、行きましょう。はい、はい、兼六園に入園しました。自然が豊かで空気がとても綺麗ですね。ナタリア、空気がいいね。どう、春のお花見の時に来た時とちょっと違うんじゃない、景色。いいよ。なんかネットの情報だったら今見頃みたいな感じだったんですけど、まだそんなに紅葉ではないかもしれないです。まだ結構緑色なんで。あ、紅葉が終わった。でも緑色の木がまだ、多分紅葉終わってないと思うよ。紅葉が始まってないと思う。でもいろいろな木がもうなくなった。この紅葉がなかった。もうなくなった。でも今日の天気も晴れてて、歩くだけでもめちゃくちゃ気持ちいいです。そうです。ね。はい。散歩するだけで気持ちいいね。気持ちいい。暖かいし。でも半袖の人もおるもんね。半袖、 T シャツの人もおるからね。はい。ね。ちょっと辛い。いや、結構暑い。普通に。かわいそう。うお、綺麗綺麗、見て。うん。絵になりますね。団子屋さんを見つけたので団子を食べたいと思います。ナタリア、何の団子食べたい？黒ごま団子。黒ごま団子いいね。黒ごま団子食べよ。ナタリア、和菓子好きやもんね。うん、和菓子結構好きですね。え、清宮ったらいい量が作れますよ。和菓子の、和菓子食べるとどのぐらい美味しいとかリアクションするやつ。興味あるんですか？どうですか皆さん。はい、黒ごま団子買いました。初めてじゃない、黒ごま団子。うん、この見た目、団子見たことないんですよね。え、これはちょっともう焼いてたね。うん。めっちゃ美味しいですよ。食べてみて。どう？美味しい、うん、美味しいです。はい、ごちそうさまでした。ここではこれぐらいにしといて、まだ食べ歩きを楽しみたいので他の場所でもちょっと食べてみましょうか。多分兼六園の中で一番有名なスポットだと思います。あ、本当や、こんなところに鳥。かわいい。これは雪吊りです。綺麗よね、これ。あれよ、クラフトマンいるでしょ。そう、クラフトマンが毎年雪の重みで木が折れたりしないように、雪吊りって言ってこの作業をする。すごくない？うん、すごいね。だから木はこんな
そう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 。じゃあ冬でも絶対冬も行きましょう。冬もまたこんなんで眩しい。眩しすぎ。あたりはまたサングラス忘れたんじゃ。忘れちゃった。いつもやん。いつもだ。ようこそ金沢。君の川から。え、ま、そう。そうだよ。え、すご。セミの川全部。セミの殻か。やば。ちょっと怖い。ちょっと怖いね。綺麗やけど。ここから見たら全然何かわからんけどね。やべえな。ね。今甘酒を注文してみました。はい、初めてじゃない、人生初めてかな、ね、人生初甘酒、うん、なるほどどう、美味しい？うん、うん、悪くない。おー、いけた。結構苦手かと思ったけど美味しい。半分なくなっちゃった。全部飲んでください。冷たいもの美味しいね。うん、なんかこの甘酒は中に氷が入ってて冷たい甘酒。美味しいでしょ。うん、よかった。2つ飲みたい。飲んでみる。どう？甘酒です。そうなん。結構なんか甘い。なんかお酒の味じゃないんですよ。なんかお酒じゃないよこれ。お酒ではない。でも何の味わからないね。麹、うん、発酵食、あんまり外国にないかもしれない。うん、ないと思うね、うん、でも結構おすすめる。はい、じゃあ金沢といえば金箔ソフトクリームが有名なので食べてみたいと思います。初めてでしょう。初めてです。一緒です。一緒？食べることない？ない。意外と金沢におったらあんまり食べんもんや。意外とね。じゃあ食べてみましょうか。どう？初めての金箔アイスクリーム。バニラアイスティーみたいな。唇キンキンやし。本当？いや、どうも食べて。うん、金沢におるけど食べたことないからね。食べてみようかな。なんか正直あんまり味に期待してなかったんですけど、普通に美味しいです。普通に美味しい。クオリティ高いね、なかなか。うん、美味しかったね。美味しい。結構、金箔口につくね。って思ったよりも、しっかり金箔乗っとるね。金箔の量多いね。うん。普通に美味しくないけ。美味しい。ね。うん、めっちゃ美味しい。これあれやよ、あの金沢に観光来た人は大体みんなこれ食べる。うん、列結構長かった。確かに結構待ったね。列最後の
最後の金箔いただきます。うん冷たい少しずつ。どうだった兼六園散歩？楽しかった。ちょっと紅葉が終わってるのかまだなのかちょっと分かんなかったんですけど、まあ、でもあの天気も良くてね、楽しかったね、はい、楽しかった。また涼しくなってきました。またちょっと冬の時期にもう一回来てみようと思います。暖かいペットボトル持ちながらね、寒そうやもんね。北陸寒いよ。うん、石川県は寒いよね。ちゃんと服で。また冬に来ましょう。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。